まあ、弊社は、何でも塗るんで、まあ、メガネも塗ります、漆器も塗ります、木製のものにも塗ります、プラスチックにも塗ります、ガラスにも塗ります。品物が丈夫になる。漆の材料を使うと漆って綺麗なんですよね。でも塗料で塗ると塗った塗膜が年々ちょっとずつ痩せてくるんですよ。下の研いだ目が見えてきたり、一応そういう目が出てこないようなちょっと特殊な塗料を使ってるんですよ。今まである漆器とはちょっとかけ離れたっていうか、今までにない、まあ、塗装の技術で、まあ、器を塗りたいな、新しい表現を作りたいなと思いますね。